今ですね、マレーシアの首都のクアラルンプールにいます。で、クアラルンプールの、今いるところはチャイナタウンですね。です今、チャイナタウンということですね。チキンライス、ハイナン島出身者の人が広めたですね。ハイナンのチキンライスって有名なんですけど、今食べてたと思うんですけど、すごい美味しかったです。で今から、ちょっと中華街、チャイナタウンを探すことですね。でここの国、マレーシアに関しては 30% ぐらいが他人の人、中国からの、ね、出身者多い、まあ、それなんでね、結構こういう風にチャイナタウンってできたりするんですけどね、中華料理さんも多いです。でマレー系の人もいるんですよ、あとインド系の人もいるんです。マレー系の人が大体6割強 でインド系の人が大体、7%、8% ぐらいですね。まあ、今これがチャイナタウンの通りですね。地元のローカル的なレストランも多くなってます。これちょっと降りるね。で最近ね、まあ、中国正月ってのは2月なんで、ね、旧正月最近迎えたばっかなんでね、このように提灯がね暑いですね。今日2012年、2月のね、6日日本はね、今年はすごく寒いですね。今年に入ってからというよりもマイナス、東京とかね、都心とか名古屋とか明日雪とか降ったりしてるんで、すごく寒いですけど、まあ、暑い。32、3になりますね。蒸し暑いですね。でこれが今チャイナタウン、こっちは駐車場ですね。でもなんか見るとやっぱ日本車ばっかっすね。でこれタクシー、テクシーって書いてある。フリーなこれ。すごいですね、やっぱりこの漢字ね、結構書かれたりするんですけど、なんとかって有言工事とか、まあ東南アジア多いですけどね、中国系の人がね、なんで漢字とか使われてます。でこれ今の右の下、インド系の人、これなんだ、 3D1 プラス D 映画、これなんか見えたんだ。人が結構多い。しかし暑い。